君川丸は、川崎汽船の上川丸が高持船の3番船。太平洋戦争では、特設水上規模艦、特設運送船として運用され、アメリカ潜水艦の攻撃で撃沈された。川崎汽船が掲げた優秀船体整備計画の一石として、1937年7月15日に、川崎造船所で竣工した。上川丸、聖川丸、君川丸、 国川丸の四姉妹船は、新生君国の四文字に、川崎帰船の川を加えて命名された。当初、館内神社はなかったが、特設水上規模館になった際、薄木守一館長が市川主計長に相談。そこで、市川和江町の父が宮司を務める川崎稲毛神社を放災することになった。竣工後は、ニューヨーク航路に配され、さらにはイタリアまで足を伸ばした。しかし、 第二次世界大戦の勃発により商業公開の規模は縮小の一途をたどる。1941年7月6日に日本海軍に徴用されて特設水上規模艦となり7月25日に入籍する。第五艦隊付属として海戦兵器等はバラムシル島東方方面の紹介にあたりバラムシル島とアッケシ湾、大港との間で行動した。 アリューシャン作戦発動後は、水上機部隊を編成し、第4航空戦隊の空母流上、巡洋が第5艦隊指揮下にあった時期を除いて、北方で唯一の艦隊航空戦力だった。7月3日にアガッツ島沖で爆撃を受けて損傷し、横浜にて修理が行われた。以後も、横須賀とアリューシャン方面を往復して、紹介行動や航空機輸送で活躍する。 第5艦隊時に施されていた、明細塗装は、福井静雄の手による、相良丸の明細塗装と並び、残されている写真の多さもあり有名である。1943年5月上旬、横須賀を出港して、北方方面へ移動中、アメリカの潜水艦に襲撃され、右舷後方から魚雷3本を撃たれるが、かろうじて回避に成功した。その後、 1943年10月1日付で特設運送船に類別変更され、11月18日から12月22日まで佐世保海軍交渉で特設運送船としての偽装工事を行った。12月27日昼頃、2隻の総海艇の護衛で特設運送船五国丸と共に潮の岬沖を投降中。 アメリカの潜水艦トートグの来撃により発射された6本の魚雷のうち1本が6番戦争に命中し、火事と推進機を破壊して3つの船倉に浸水し、大破した。また、それた5本の魚雷のうち1本が、付近にあった漁船に命中して、これを粉砕した。袋港に、避難の後神戸港に栄光され、1944年1月4日から6月24日まで、川崎重工業。 ついで、日立造船桜島工場で修理が行われた。修理完了後、便乗車1100名と軍需品を搭載し、広6 9船団に加入して、湘南に向かった。7月13日16時に六津田島沖を出港した船団は、東、品海を縦断して、台湾海峡を通過して、高尾に立ち寄り、湘南行とマニラ行に分離する予定であったが、加入船に故障が、 相次いだ上に悪天候にも見舞われたので、高尾機構を取りやめて、マニラ機構に切り替えることとなった。7月18日有国には、雷撃を受けるが、回避する。7月20日に、マニラに到着してマニラ止まりの加入船と別れ、7月25日、早朝に出港して7月31日に、湘南に到着した。キとは、非74船団に加入する予定であったが、 不具合が生じたのか陸軍タンカー、張りままると差し替えられた。改めて非76戦団に加入し、10月2日に湘南を出港する。しかし、10月8日に、北緯14度05分統計115度38分、北緯14.083度統計115.633度、14.083、115.633の地点で、アメリカの潜水艦ベクーナの来撃で、 左舷工部を損傷し、マニラに開港されて、応急修理を行った。10月20日23時40分、また30船団に加入して、高尾に向かった。この時の積載品は正確には不明だが、暇の身があったという証言がある。船団の行く手は悪天候あり、潜水艦が多く伏在している、ルソン島西岸部及び、バシー海峡ありと前途は多難であった。 10月23日正午ごろ、潜望鏡らしきものを発見して、他の加入船に警戒を呼びかけた。それからおよそ5時間半過ぎた15時38分ごろ、アメリカの潜水艦、ソーフィッシュがまた30船団に接触していた。ソーフィッシュは2時間弱の追跡の後に17時24分に、魚雷を5本発射し、間もなく、左舷後部に1本ないし4本が命中し、2分30秒で、 沈没した。船員24名が戦死した。12月10日に除籍及び開洋された。また30戦団後、三省艦長指揮官太平洋戦争後に、川崎汽船の上川丸型貨物船の2番船として、同盟の2代目船が建造されている。1951年に竣工後、北米航路で活躍。1972年に、 パナマのダバイベオリエントシッピング COSA に売却されウェルフェアナンバー2に改名したが、2年後の1974年に座礁事故により船体切断し沈没した。上川丸が高持船に先立って1935年に建造されたタンカー立川丸から始まった。ありがとうございます。